こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は9月9日月曜日です。大洲市議会9月定例会の質問戦は今日から始まっております。今日はこちら5名の市会議員が登壇して質問を行っております。今日の質問の概要をご報告したいと思います。まず、今日の一番手は、私と同じ自由クラブの安川哲夫議員です。安川議員は、まちづくりについて、大洲市の財政について、自主防災組織について、大きく3つの観点から質問を行っております。それから2番目は、増田和美議員です。増田和美議員のポイントは、マイナンバーカードの活用について、このマイナ保険証の普及の状況等について、質問しております。で、3人目は、市議会の新山議員です。新山議員の質問の中では、市による婚活について、若い人の出会いの場について、この婚活事業についての市の姿勢、問っておりました。で、4番目が上田英一議員です。上田議員の質問の中では、高校生への給食の提供について、様々今調査を行っておりますが、高校の教職員からのがあまり協力的ではない実態が明らかになっております。今後この問題も掘り下げていきたいと思います。最後、梅木議員さんもたくさん質問があったんですが、注目は富士五湾大洲の存続を求めることについて、広北自治会から、富士五湾の存続に向けた要望書が出ている、こういった状況の説明がなされました。今日の質問、このような内容でした。非常に、見応えのある、聞き応えのある内容でした。そして明日、いよいよ10日です。1番手、私の質問になります。6項目質問やります。私の後は未来の清水議員、それから同じ自由クラブの小玉議員、そして広風会の武田議員となっております。また明日の内容は改めて報告したいと思います。私の質問、明日10時からです。大洲市役所の5階で傍聴できますので、ぜひお越しください。お待ちしております。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。